はい、はあ、ということでございまして、はい、嬉しい響きでございます。平井さん、特別編、特別でございますよ。今日は何するわけでございますか。今までね、いろいろね、オンラインゲームやってきましたが、やってきましたね。今回プレイするのはこちら。ほう、何、オンラインプロレスリング。いやいや、またオンラインじゃないですか。え、またオンラインじゃないですか。これが面白いんですよ、これやりたいの俺は。そうなんですか。しかも4人でやりたいの。4人で4人それも全然特別で、ずっと普段もね4人でやってるでしょ。大概全然特別じゃないじゃないですか。そんなもん違うね。今回は俺がやりたい4人でやるわけや。とりあえず僕は今回用意したメンバーで4人でプロレスをしたい。これをしたいわけですね。だからお前は黙ってついてこい。はい、わかりました、わかりました。こらー、痛い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 。なんでやろ、なんで俺の乳首をそんなに正確に。さすがちゃんとはいはいとかじゃなくて、ちゃんとわかりました。わかりました、頑張ります。じゃあついておいて。はい、おいで。どうせね、ヒゲとね、メガネが待っとるんやろこれね。はい、こっちですよ。はい、なんやねん、乗り気じゃないみたいな。どうせあれでしょ、またキムとオスモがおるんでしょ、あのメガネとヒゲが。なわけないよ、今回すごいよ。若いな、メガネとヒゲがすごいよ。あ、そう、行きましょう。はい、はい、こちらでございます。はい、来ました。はい、来てください。いやいや、あ、おるぞ。いや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 、ちょっと待ってください。メガネとヒゲです。違うわな。キムとオズマでございます。全然違うわな。え、有野さんとね、ボンさんまで今回おられて、まあ監督と馬鹿医者みたいな。で、ちょっとボンさんに言ったんだよね、オズマとさほど変わらへんみたいなこと。ちょっと来てみたよ。いやいや、どうも、うん、こんにちは。いや、さすが特別編じゃないですか、平井さん。どうやろう、こんにちは。そう、ちゃんと言うといてくださいよ。この豪華2人を、招いてやるわけですな、うん、そういうことですよ。じゃないですか。大垣さん、はい、そろそろこっちに話とか振ってくれんの。いや、もうパンパン行こうかな。待ってんねんけど。うん、だからね、あのゲストっぽいけど、はいはい、大した広がりはないってね。拾ってくれないですね、うん、何するんですか今日。今日はですね、はい、何しましょう。なんと、はい、こちらでございます。はい、タカダン芸能人対抗マイレスラー最強決定戦ということでございまして。なるほど、淡々といくね、平井さん。何が、なんかあるじゃない、最強決定戦みたいなあるでしょ。何対抗、何対抗。芸能人対抗ですか。芸能人対抗、新濃いところでやりましたね。だって大家とその友達だよ。みたいなね、範囲が狭いな、ただのつながりやないの、その、うん、まあまあ、普通に呼びやすかったんや。というわけで、芸能人対抗というよりもご近所対抗という感がありますが、今回の企画はオンラインプロレスリングを使用して対決。それぞれレスラーを作成してもらい、オンライン上で勝負。対戦形式はバトルロイヤル、最後まで勝ち残った人が優勝です。果たして王座を勝ち取るのは誰か。それではスタート。それでは各々レスラーを作っていきましょう。はい、イエーイ。返事しにくいやろ。え、どうしたやろ。いやいや、もういやろうやろう。やろうやろう。あ、もうやろう。ものすごい前向きになってますね。じゃあ皆さんね、それぞれあの、はい、レスラーを作っていてください。はい、自分好きな形に作ればいいでしょ、これ。そうです。え、どうやって作るのこれ。はもうね、あのこの中にエディット機能っていうのがあるんで、それで思うがまま作れます。はい、テレビの電源はいつ入れんの。まだ入れてなかったんかい。こんなんなりますよ。こんなんなります。大家さん、僕ツッコミとかやらないんですよ。あの、この機械の方に関しては平井さんが回すこと多いので、はい、こういうことになります。まずはレスラーメイクです。レスラーの体型や顔、体の各パーツ、服装や身長など外見を細かく設定していきます。うわ、気持ち悪い。うわ、横長、縦長なんかできんねや。うわ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 、顔キモ、顔キモ。うわ、こらかんわ。うわ、悪い顔なんだ。うわ、気持ち悪い。嘘、美人にしよう。あ、気持ち悪い、気持ち悪い。あ、これうちの飼ってる犬にそっくりになってきた。コパンですか。コパン、コパンがいる。あ、ほんまや、コパンそっくりですね。コパンそっくりになってきた。あ、これ面白いわ。書くとこんなもんかな。気持ち悪い。頬、
ほぼ変えれない。肌の色ってこれどうやって変えるの？骨格的におかしいよ。肌色変えない。クシャおじさんみたいになってる。何色？うわ、キャップとハットまである。髪型せっかく決めたのにキャップって。髪型悩んだのにね。なんやねん。ここおもろいですね、うん、ここが面白いとこなのかもね。ここが一番面白いかもしれない。ここだけやってたいって感じも。眉毛も100個ある。かわいい。超かわいい。あ、いいですね。今日かわいくなった。あ、いい顔ですね。まばたきがものすごいかわいい。なんかもうすごいなんか買いたいって感じ。うわすげえ重い。これ面白い。これだって根本いらんやん。これ何それ。これもこれつけたら根本的にいらん。あんたそんな人おんで。え、そんな人おるわ。いやもうねちょっとね白いの、うん、そんな人おる。ほら、うん、あ、サングラスあるやん。サングラスか。うわー、これ最新のやつやん。最新のサングラスやん。いいなこれ。これいいな。これいいな。こんなもんかな。僕今ちょっと肌の色いじっちゃってんだけど。肌の色いじると本当にうちの犬になった。決まってきた。大体できたよ。こういうのが早いやつってちょっとガサツなイメージやよな。パパって終わっちゃうよね。うん。コニーのね。こんなんでええやろっていうのはなんかちょっとガサツな感じしますね。こんなんでええのね。その通り言ってるよ。あ、いいわ。こんなもんや。でも俺の理想のプロレスラーできましたで、ね、早いな。みんななんかプロレスラーやね。分かってる。プロレスラーに決まってるやんけ。どこの星出身やねお前の。お前腕ちぎれても生えてくるやねそいつ。お前の痛そうやな。痛そうなやつ。痛そうやな。絶対痛るよ。俺の理想やもん。ちゃんと全部に意味あるからね。全部に意味あるから。しょうもな。タトゥーとかしょうもないな。全部意味あんねん。全部意味あんねん。できましたか。横で、あのな、坊主さんのな、瞳のな、きらめきが尋常じゃない。キラキラ今すっごい楽しい。キラ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 ーですよ。こういうことです。そうそうそう。あ、できた。できちゃった。まだ何も成し得てないんだけど。